さあ皆さんこんにちは、松千代です。毎日暑いですね。でも今日はオープンカーじゃないですよさあ本日はこの後ですね、カオナ浜松のまた体験試乗会が行われるんですけど、そこにですね、本当先日納車されたばかりのこちらメルセデスベンツ E500 アバンゲルドをですね出したいと思います。まあね、オープンカーじゃないですけど、サンルーフもあってね、すごい車内が明るいんですよね。朝洗車もしてきましたのでね、あとみんなね快適にこの車をね楽しんでいただきたいと思います。では行ってきます。そうそう、この車ねまだ納車されたばかりでね、本当にいろんな機能がついててねちょっとまだ全然使いこなせてないんですけれどもですね、昨日ねすごいものをちょっと発見しちゃったんですけど、ちょっとね視聴者の皆さん後ろ見ててください。いいですか、行きますよ。おー、わかりますそう、スクリーンがこれ開けたり閉めたりがねえ運転席でできちゃうんですよね。すごいな、こんなの今までほら SL やね SLK にはついてない機能でしたから高級車だなぁなんてね感心しちゃいましたけれどもねまあこんなこともね発見しつつね、この E500 アバンゲルドね楽しんでいきたいと思います。では会場に向かいます。イエスマイル。はい、さあ孔明の運転で行ってきまーすはい、どうぞいや、これ普通に戻ると、うん、癖でワイパーの方やっちゃういやー、まかないはゆっくりでね、ちょっと。はい、さあ続きましたチーフに乗り込みました。こんにちは。最高でーす。はい、よいしょ。ちょっと後ろやばいな。やばいですわ今ね視聴者の皆さんちょっとね画面ないけど、後ろにはあの豊橋のねあの SL が来ましたけど、めっちゃかっこいいな、あれ。うわー、いいなー。シート赤シートなんだよ。これ浜松のあの SL よりかちょっとワングレードが高くてね、シート張り替えだけで120万とか普通に高っね、片面両面に、いや、まね、あれそんぐらい言うんだよね、本当にね。ねえ、さあ E500 乗り込みましたけど、どうですか。いいね、やっぱね。また SL と違うでしょ。違う違う違う、ね、本当に、とにかく静かな。俺思うんだけど、救急車来た時分かるのかな本当、いや本当そうなの。外のが全然聞こえないから、本当ね、そうそうそう、あの確かに聞こえない。ええ、まあ、この間ねあの SL はね、うん、そう乗せていただきましたけど、うん、本当にまた違った、あれとはまた違うね。そうそう、やっぱりこう、まあメルセデス・ベンツってやっぱり高級セダンね、みんな一般的なイメージがやっぱね、うん、もうあるからね、やっぱり ね、 ですよね、やっぱそういう感じでございますけど、色も ねやっぱいいね、メルセデス独自の、ね、シルバーでね、やっぱりそのそれが売りだよね、メーカーのカラーだからね、もともとはそのねそのレースのシルバーから来てね、シルバーのそうそうから来てますからね。ねえ、ね、まだまだあの、まあ、今まだちょっとアクセル踏み込めないもんですがまだこの後広いところ行ったら踏み込みたいと思いますけど、ね、ちょっと2台ランデブーね、なかなかいいとこですよ、ね、いいですよ、このバックミラー越し、いいねこれ、たまらん、いやいやいや、まあこういう本当にこのねおしゃれなアクト通りにね、本当にこのねメルセデス2台が映えるね、映えますね、本当にね、映えちょっと
組ませてもらいますよ。ちょっとだけ仕事ね。嘘でしょ。このグーってくる感じ。カメラが倒れちゃった。カメラ倒れ。じゃあ皆さん。これ NG だな。そう、続きましてはですね、カオナの講師の伊藤さんで、こんにちは。さあ、伊藤さんで、E500 アバンギャルド初体験でございますけどね。アバンギャルドっていうのは、E50 のまた別の。そうなんですよ。要するにグレード的に一番高いやつですよね。ですからね、本当専用のですね、こういうね、ウッドデッキとかメーターとかそういうのがね、こう付けられた、あれですよね。よくそれこそどこぞやの車みたいな、エンブレムだけ交換するようなとか、あるじゃないですか。はいはい、だけれども、本当ね、こう、中がもうそれ専用になってるもんですから、もう中見れば分かっちゃうかな、みたいな感じで、ね。こういうね。そう、まさしくそうなんですよね。ハンドルも一つ取ってもね。そうで、やっぱりな、あんたって言ってもこの車はね、本当にね、もうトルク、パワーともにね、勢力がさらにワンランク上の車だもんですからね。うん、走るのものすごい楽なんです。全然ね、やっぱりそれが V8 のしかもね NA だもんですから、違う、全然違ってくると思うんですよ。SL もまあね、まあ、あれですけどね、でもなんとか SL はグッと踏んでグワッと出てる感じ。そうそうなんだけど、これはねスッっていう感じ。踏むのが怖い。本当にね、逆にですね、本当にどうもんで、今そこそスポーツモードじゃないんですけど、スポーツモードで本当フルにしちゃうとですね、もうリミッターももう本当にもう250キロ簡単に超えちゃう車なもんですからね。そうアウトバーンのあれ見たと思いますけどね、本当にそのくらいね。あれ最初松代さんにグローブはめてよくこれでも日本じゃないぞ。やってみたいですけどね。そうだからサーキット持ち込んでやりたいですね。パワーをぶっちゃけ6500回転ぐらい出さない、回さないと最大パワー出せれないんですけど、トルクが2500回転でもう最大トルク出るもんですから、どっちかね、トルクフルなんですよ。トルクで走るみたいな感じの車です。松代さんのそのデータがすごい相変わらず頭に全部入ってますけどね。本当にね、なんかいいですね。ねえ、SL はね、あれはあれでなんていうのか、そうですね。なんていうのかな、ね、若さっていうか。そうですね。ちょっとやんちゃな感じですね。じゃあこれちょっと左ね入ってもらって、じゃあ次はね。後ろ来てるんですよ、SL がね。SL に来てますね。あ、また。自分が乗ってるとね。ね。走る姿を見るんですよ、ね、そうなかなか見えない。じゃあこれ曲がってもらって、軽自動車のいない方でちょっとねアクセルを、ここはさっきマスクちゃんさんから来たから、ここまで急がせる。ちょっとやってみてください。よいしょ、グーッと、よいしょ。なるほどどうすか、すごいでしょ。そういう感じですね。そういう感じなんですよね。しかもその嫌味のないスムーズな加速なんですよね。ねえ、これが E500 のアバンギャルドの、ね、ああ、なるほど、ね。